大賀一郎と大賀蓮大賀一郎は日本の植物学者。1883年岡山県歌謡雲、庭瀬村に生まれる。1901年岡山中学校を卒業するが、チフスにより進学を断念。1902年9月に第一高等学校2部に入学。第一高等学校卒業後は東京帝国大学理学部に入学。 1909年に大学を卒業し大学院へ入学。大学院では植物細胞学を専攻し、そこでハスについての研究も始めた。学生時代に内村勘蔵の影響により、無教会主義のキリスト教に入信する。1910年第8高等学校の講師となり、翌年に同校の生物学教授となる。1917年に、 満州の大霊を赴き、南満州鉄道中央、研究所植物班主任としてフルハスの実の研究に従事する。1927年、南満州、広蘭県付近のデータン地に埋没し今なお、生存せる小ミに関する研究で、東大理学博士。満州事変に至る一連の軍部行動への抗議として、大社、事変の翌年に東京へ戻り、 東京女子大学、東京のウリン専門学校、関東学院大学で講義を行う。1951年、千葉県千葉市の東京大学君川厚生農場内の落合遺跡で今から2000年以上前の古代のハスの実を発見した。同年5月に古代ハスの実が発が翌年開花し、このハスは大賀ハスと名付けられた。この開花は、米国の写真報道紙、 ライフでも報じられ海外でも話題になった。オーガハス1960年頃、公演でこんなことを語っている。ハスの花は日の出前に開きます。古来、花が開く時には音がするということが言われてきました。正岡式の俳句にもありますが、本当にそうなのか疑問に思っていました。そこで日本放送協会の職員にお願いしてマイクで録音し、 分析してもらったところ、ハスの花の音はなく、池にいる鯉などの魚や波の音などしか録音されていませんでした。ありがとうございます。